いやー、デビューしましたね。西と東なんで頑張ろうってこう気を引き締められるようなね、もうね、こいつらがこう業績を上げすぎると東のこうヒーロー事情の仕事までね取られるんで、こないだね一徹がねちょうど俺らがねヒーロー事務所でその会議をねしてた際にね、まあ、さっきまでそのずっと出先にいたはずでこうただいまーって帰ってきたばっかりやのに、この急にまた焦った様子で一徹がねもうまた出てったんですよ。ちょっと俺パトロール行ってくるわとか出てって。何やあいつって思ってたんですけど、なんか後からこう聞くに西側のデビューによって自分たのそのヒーローの仕事がね脅かされるんじゃないかというのを危惧したらしくて鬼のような形相で家を飛び出していきましたね、我々のヒーローハウスを。しかもなんかその後なんかめちゃめちゃ持ったようなツイートしてましたからね、何億人のご老人を助けましたみたいな言うてたから絶対嘘やろお前と思いながらね見てましたけど、いやほんまにそうですよ。なんかみんな死語的な感じがしますね。死語的って今言う死語的な感じがしますね。なんかそれこそ忍者集団のエースですからね。なんか忍者集団の人でもなんかもうめっちゃ強そうやのにさ、忍者集団のエースやったりとか、えらいタコもいますし、妖魔剣士みたいなね、魔を裂き世を切る剣士みたいなのいてますしね。あとメカニックでしょ。そんなもうめちゃめちゃ死語的やん。なんか負けへんようにね俺らも頑張ろうかなって改めて思わされましたわ。刺激をねくれましたねこの子らは。なんで改めて頑張ろうかなと思う次第でございました。もうぜひねこの4人のチャンネルであったりとかもねチェックしてくださいと同時に、我々ねオリエンスの方もね引き続き応援の方よろしくお願いいたしますという感じで、そうですね、西側東側はともども応援の方よろしくお願いいたします。